どうもスーチャンネルスーです。現在私はですねセントレアの方に、来ております。それですね時刻は今23時ぐらいですね。はい、もう夜も、深くなってきて人もね、セントレアいません。明日の朝なんですけども、こちらセントレアからですね、仙台空港の方にエアアジアジャパンが就航するということで初便の便、抑えておりまして、そちらの動画は先に、アップしていると思うんですけども、それに乗るためにですね朝早いんですよね時間が。で自宅から始発に乗ってもちょっと時間ギリギリなので、今回、セントレアの方で、前乗りしてですね宿泊することにしました。今回の動画なんですけども、過去にね、もう実際泊まったことあるんですけども、セントレア空港内にある、カプセルホテルに宿泊したいと思います。今回泊まるカプセルホテルはねセントレア空港内にあるチューブスクエアというこちらのカプセルホテル泊まるんですけども、過去に自分の方泊まったことあるんですけどもね、皆さんからの要望も多かったので、あと野宿してもよかったんですけどもね、せっかくなんで、こちらのカプセルホテルの方、抑えました。料金の方はですね1時間単位から、宿泊することができまして、他にもね3時間6時間9時間と3時間刻みで、宿泊することができます。で今回はねこちらのホームページチューブスクエアのホームページで直接今回予約して6時間コースというので、3400円で、手配いたしました。まあ、セントレアをね、利用する方で結構こちらのカプセルホテル使う人多いんじゃないでしょうか。セントレアの周りにはもうホテルだらけなんですけども、空港直結のホテルっていうのはねこちらのチューブスクエアのカプセルホテルとセントレアホテル、この2つだけになります。まあ、一番立地がいいのはこのねチューブスクエアの間違いないんですけどもね、もうこのまま見えますかね、こちらのエスカレーター上がっていけば出発ロビーなので、はい、非常に立地はいいです。今からね実際にチェックインして、中の設備がどんな感じなのか、まあ、カプセルのキャビンの中はねどんな感じなのかっていうのを皆さんにレビューしていきたいと思います。それではチェックインしていきましょう。はい、ということでチェックインの方を済ませました。こんな感じですね。はい、ロッカーはめちゃくちゃ綺麗で広いです。こんな感じでスリッパ館内着ですね。はい、ということで部屋に入ってきました。こんな感じですね。うん、やっぱり広いです。いろんなカプセルホテル泊まってますけどチューブスクエア広いですね。あとはこんな感じで、通常タイプのコンセントが2箇所あります。とこちら時計ですね、時計とかライトとかエアコンの、今ここがねエアコンなんですけども、エアコンの調整するファンとかね、そんな感じになっております。あとはこんな感じで鏡もねありますね。それとこれ貴重品ボックスですね。この鍵で開くことができます。こちらに物を収納したりできます。ということでこちらが、シャワールームですね。はい、ということでシャワールームになっております。今ねちょうどシャワールームに誰もいないので、まあ、撮影してます。はい、こちらがシャワールームの中ですね。シャンプーとかボディーソープもしっかりとねあります。はい、シャワーの数もね全部で8個あります。はい、あとこんな感じでバスマットとかもね、もちろん使うことができて、タオルもね最初から配られます。アメニティの方もね結構充実してますね。非常に綺麗な洗面台となっております。はい、ということで今ねシャワーを浴びました。もうあとは寝るだけです。はい、ということで、まあ、このホテルの宿泊してみた感想総括についてはね翌朝チェックアウトしてホテルの目の前でお話ししたいと思います。もう今日はこれで寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今からチェックアウトしたいと思います。は
はい、ということで今ねチェックアウトの方いたしました。まあ1年ぶりぐらいにこちらのカプセルホテルね、利用したんですけども、こんなにね広かったかなっていうぐらいね、キャビンの方広くて快適でした。とても中の方も綺麗ですしね、アメニティとか館内着の方タオルももちろんですけどもありますんで、本当手ぶらでそのままね、急に泊まったりすることもできますので、非常に便利なカプセルホテルだと思います。まあ、あとはね最初も言いましたけども空港直結ということで、非常に立地も素晴らしいのでね、ギリギリまで体を休めることができます。まあ、最近はねこの空港の中に直結しているカプセルホテルっていうのはいろんな空港でもね、できてきてまして、非常におすすめするカプセルホテルですので、ぜひとも皆さん、使ってみてはどうでしょうか。まあ、こんな感じで、今回この動画終わりたいと思います。ぜひともチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。あとですね、まあ、僕の方旅の様子は常に SNS にリアルタイムで更新しておりますので、ぜひとも SNS のフォローの方もよろしくお願いします。こんな感じでね、セントレア内にあるチューブスクエアというね、カプセルホテル泊まってみたっていうレビュー動画、これで終わりたいと思います。以上、スーチャンネルスーでした。バイバイ。